南足屋浜コミュニティアート計画は1995年の阪神・淡路大震災の被災者の居住対策として住宅都市整備公団により足屋市の埋め立て地に建設された南足屋浜震災復興住宅において1996年から試みられた住民間のコミュニケーションを円滑に生み出すことを目的にしたパブリックアート及びコミュニティアートプロジェクトである 南足ア,ア浜では、兵庫県が主体となり、マリーナリゾートを中心とした町づくりが計画されていた。しかし、阪神・淡路大震災への対応のため、完了寸前であった土地利用計画を一部変更して、急遽、震災復興公営住宅として、市営住宅440戸、県営住宅414戸が建設されることとなった。震災後、 仮設居住が在住地で行うことが難しく、災害復興住宅も在住地から離れるため、コミュニティがバラバラになる例が多くあったため、入居前から公営住宅としては、当時初めての試みであるアートを媒介としてコミュニティを形成し、愛着が生まれる街を作ると、楽しい暮らしの風景づくりイコールコミュニティアート計画が実施された。プロジェクトでは、 コミュニティ形成を図るため入居までの準備に主眼を置いた暮らしのワークショップとパブリックスペースにアートを導入することにより居住者たちの様々な出会いや活動が創出するアートワークの2つの大きな枠組みから成り立っている。1998年4月末、ビラキ記念事業としてとして、アシア市立美術博物館にて南アシア浜コミュニティアート計画ドキュメント展。 ランチ内にて、南アシアハ浜アートフェスティバルが行われた。1999年10月には、南アシアハ浜コミュニティアートプロジェクトドキュメント展、パート2がア、シ屋ア市立美術博物館にて再度開催された。2005年に、プロジェクト6年間の軌跡を記した、暴力とカスタマイズが、南アシアハ浜コミュニティアートプロジェクト記録誌制作チームより発行された。 番外編も含めて合計8回入居予定書に対してワークショップが行われた。アートワークはアーティストによる9つの作品と市民参加による2つの作品が制作された。この中でもサクリファイスは破壊された傍聴堤を模した団地の東西を断続的に横切る長さ約400メートルの大規模な作品で団地の外からでも干渉することができる。 サクリファイスアートワークの中でも1998年5月17日、町開きアートフェスティバルの最後を飾る、落農祭りが行われて、落農活動がスタートした、注文の多い落農店は、コミュニティ形成促進のため住民が維持管理を行う共同農地、団地の段々畑として特に注目され、町開き当時は、新聞でも取り上げられた。2007年には、農地から、 低木植栽培に変わったことが報告されている。注文の多い酪農店の様子、ありがとうございます。